はい、えー、それじゃあ公表を始めます。皆さんこんにちは。レック東京オリガルマインド専業講師松浦です。えー、それではこれから2019年、えー、本試験公表解説国家一般職を始めます。えー、本年度2019年度の国家一般職の分析ですね。で、えー、まあ、えー、と当それからまあ来年に向けてのおまあ戦略とかでそういうのをお話し,していきます。 まずは、えーとまあ、皆さんが一番関心があるのがいわゆるボーダーラインこれが上がるかどうかだと思いますんでもうあのでそれを先にお話ししちゃいましょうね。でまずですね、えー、REC が皆さんにいつもご協力いた,だい,ていただいている成績診断で出たデータで昨年比で申し上げますとまずですね基礎能力試験がげあの、 昨年、2018年度に取ったデータと大体同じ時期で基礎能力試験が、はいえー、平均点が0 3 平均点が0.3点ほどアップしております。プラス0.3。それで、えっ、ー、と専門試験がですね、これも結構上がっておりまして、えー、プラス1.5平均点で。 標準点換算とかあの専門卓越試験が専門の2倍とかいろいろありますけれども、祖点合計でそうすると1.8上がってるということですよね、まあ、2には満たないけれども、まあ、若干平均点は上がってるんですが、じゃあ、ボーダーラインが上がるかっていうとあのまあここ数年ずっと応募者数が減ってきているので、そうすると倍率がおそらく下がるんじゃないかと思いますので、まあ、そうしますと、 まあ微妙なところですけれどもボーダーラインが素点で一点上がるか上がらないかぐらいだと思いますおそらくね。でそうするとうん官庁訪問に向けての戦略としては昨年のボーダーラインに乗っかっていればクリアしていれば一応、えー、官庁訪問の準備をすべきだという結論になります。一応昨年ののボーダーダラインは分かっっておりまますすでこれをちょととご紹介しますと ここういういとですよね簡単に言うと、えー、標準点換算することになるので一概には素点合計だけでは言えないんですけれどもあのとりあえず各地域、えー、の、えー、っと基礎能力20点として専門試験が何点必要だったかっていうのでやっていきますとまず、まあ、あの高得点のところから言うと関東甲信越が一番昨年の場合は高かったんですね関東。 担当更新こちらの場合は基礎能力が二重として基礎能力二重として専門が何点取れていると合格なのかというと。 関東甲信越の場合が昨年が27です。27。次いで、やはり近畿。近畿が26。 で、それで、えー、と、次いで27、二十七、二十六。次は二十四かなあ、東海北陸。東海北陸が二十四と。それから、えー、と、次が二十三が、中国、四国、九州が二十三だったんですよね。 基礎能力20として合格ラインが23で次いで2321、はい、東北沖縄が21。 でそれで、えー、一番下が北海道、北海道が19で合格と。 だいたい、こういったところで、また一回、諸点合計 50+3 っていうところですよね、諸点合計 50+3、まあ、足すとね。でというところで、うんだから、あのこれよりもしかしたら1点ずつ上がるかもしれませんけれども、一応ですね、上がらないかもしれません、応募者が減ってるので。でだから、これに乗ってる場合には、とりあえず、官庁訪問の準備を始めとくべきだろうということになります。 あんんまりここ数年でですすねね素点合計は上がってないんですよお、ね、そら,らく今年も上がんないって考えてもいいんじゃないかなもしかしたら1点上がるかもしれません。はいということです。ということでですね、あのー、じゃあこの中身ですね、えー、基礎能力が0.3上がった理由と専門試験が1.5上がった理由、まあ、いずれも平均点が上がってるわけつまり難易度でいうと以下してるわけです、えー、それではまず。 皆さんに出していただいた成績診断のデータをもとにお話をしていきます。昨年2018年度と比べた場合2019年度の違いなんですけどまずですね、はい、まずこちらの基礎能力試験からお話ししていきましょう。えー、基礎能力試験は まあ大体そんなには変わってないんですけれども、まずですね、あの難化した部分もあるんですね。難化したのはやはり人文科学が結構難しくなっているということ。それから文章読解が難しくなっています。文章理解と人文科学がちょっと難しくなっているんですよね。人文科学でも横ばいかな。人文すみません、人文科学はそんなに変わらないかもしれません。 で文章読解がねすごい難しくなっていて昨年はほとんど、えー、正答率が60%以上それ高いやつはもう本当90%以上っていうのが2問あ,あったんですけど今年は90%以上っていうのは皆無で、えー、60%以上の正答率の問題が3問しかなかったんですよだからかなり、えー、文章読解が難化してますであるにもかかわらず。 なぜ平均点が上がったのかというとまず数的処理の難易度が下が下下ったからです以下しております特に判断推理が昨年は非評価つまり正答率40%未満の問題が3問もあったのに対して今年は2問だけしかもですね判断推理は昨年はあー正答率60%以上の問題が123問しかなかったんですけど、えー、今年は 4問あるんですねでそんなこんなでちょっとずつ難易度が下がってきているということで数的推理に関しましても C 評価の問題がゼロ c 評価っていうのは要するに正答率40%未満の問題がゼロということでこれ数的推理を食わずぐらいしているとちょっと合格が難しくなったかもしれません。え昨年ですと40未満の問題が 数的推理では一二三一二二問あったんですよね。二問。今年はゼロです。それから資料解釈。えー、昨年は資料解釈で正答率四十パーセント未満の問題が二問あったんですけど、これも資料解釈が今年はゼロ。で A 評価正答率六十パーセント以上の問題が一問出てきております。こういうところです。あともう一つが社会科学。 社会科学の正当率がかなり上がっております 86%67%71% でいずれも A レベルなんですねでこういったところが平均点を上げた原因になっておりますということはまず来年に向けてなんですけど、まあ、引き続きいくら難化したとはいえ数的処理に比べれば英文読解は点数取りやすいですからしっかり単語を覚えていって それで英文っっかししりとっていきましょうただね今年軟化した理由なんですけどね実は見たたこととなないいい単語が多分出てきたんじゃないかと思います例年は中学高校レベルの単語だったんですけど今年は中学高校じゃ勉強しないような単語が出ているっていうのがちょっと難しかったところなんじゃないでしょうかただ人文科学難しいとは言っても世界史担当の森さんにようとですよ 森さんによると K マスターで普通にやってる問題で花丸つけたところなのになであるにもかかわらずなぜこんなに正統率が低いのかあまり食わず嫌いしないで正解しなんかでもその超よく出るポイントっていうのがあると思うんですよやっぱりねそこをしっかりやっとけばあ,あまり差はつかない各科目について超よく出るポイントのみを抑えていくっていう勉強が一番そうすると高得点上がるっていう結果になってると思います。 はい、えー、それでは次に専,専門科目に行きます。こちらですね、専門科目はい、まず、えー、法律科目からいきましょうか法律,科目、はい、法律科目はまず憲法なんですけれども憲法が昨年に比べると若干難化しています。 えーまあ、予備校で、えー、あの結構有名な判例なんですけどあんまり予備校じゃこういうのは扱わないなというような判例が出ております。まあ、ただほのあしたとの関係で、まあ、やった勉強した知識も出てるんですよねでそこのところとの関係でこれからっていうふうにちゃんとよ読んでいくと、えー、取れる問題もちろん経営マスターリックのテキストの中には当然載ってる問題です。 で平均点が1.5上がった理由、一つの理由は行政法がかなり優しくなったっていうのがあるんですね。昨年の場合よりも、えー、正答率60%以上、結局一問を除いて全部正答率60%以上になっております。昨年は二問57%と47%、ちょっと難しい問題があったんですけど、今年は 1>, あ1問を除いて全部60%以上、それもなんかあの79、83、83、かなり高いんですよね、で1問60割ってるやつも結局59.6なんで、ほとんど6割に近いということですね、ねほぼ全問 A レベルの問題ってこと、ですそれからもう一つ、民法なんですけれども、民法の2ですね、民法の2が結構難易度が下がっております。 もちろんちょっと、出来不出来に差があるんですけれども、民法1と2でそれぞれ1問ずつ、正当率の低い問題、民法1の二パは31.2%、民法2の方は、これ、おそらく相続,も相続の問題だと思います、最後の問題、これが25.4%と低いんですが、それ以外が大体、正当率60%以上なんですね。それから次は、経済言論です。 えー、経済言論はミクロ経済、マクロ経済昨年かなり生かした難易度が下がったっていう顕著な特徴が出まして、まあ、昨年なんかはミクロマクロを取らないと合格できないっていうような現象が起こったんですけれども、えー、今年は若干難易度は上がったんですけどそれでも相変わらず他の科目に比べると経済があ取りやすい。えーまああのー 正答率40%未満と C レベルの問題っていうのが1問だけであとはだいたい A か B かででミクロマクロ全部合わせても A 以外は B が1問だけですマクロでミクロはやはり全問 A レベル 89%73%88%67% そして75%とかなり高くなっております。で特にですね 上位25%の正当率というのが、えー、経済学がすごく高くてつまりあの受かるレベルの人たちがもう確実に経済芸能をやってきているミクロ経済、マクロ経済をやはり、えー、昨年の傾向に引き続いて、えー、国家一般職ではあミクロ経済、マクロ経済は合格に欠かせないということになるでしょう。でとにかかくです、ね、あの従来から 国会一般職は東京都特別区などとは異なり学系だけで乗り切るのはちょっと難しいやはり王道科目である法律と経済これをしっかりやっておく必要があると言われていますけれども今年もやはりその傾向が踏襲されたという形になりりますやはり民法が苦手だったからといって敬遠しちゃうとこれだけ正当率が高いとやはりかなり致命傷になりかねない。ねまあ、あの 民法ととと経済両方切るるいいいうのはほとんど合不可能になると考えてもいいでしょう、はい、で、あのミクロマクロの計算問題もやはり、えーまあ、あの経済途中で勉強を放棄しちゃった人でもできるぐらいの計算問題が出ておりますので、えーまあ、レックの場合には、えー、と高坂先生の通信講義をお聞きの方はプラクティスの中で計算問題を扱っているようですので、まあ、そちらの方を必ず聞くようにしてください。 はいそれじゃあ次にいわゆる選択科目学系科目ですけれどもでまずは、えー、財政学、えー、財政学はご存知のように、えー、国家一般職の財政学には理論が出題されません、えー、事情や制度論が出ますで、えー、従来から選択率が極めて高い、えー、今年も、えー、マクロ経済よりも財政学の方が先頭 選択率が高いといとう結果になっています、えー、マクロ経済の選択率が61.5%なのに対して、えー、財政額の選択率が77%、通常、選択率が高まると、正当率は低くなるんですけど、それでも財政額は今年も、えー、B レベルの、つまり、えー、正当率60%未満の問題が1問しかなく、あとはすべて60%以上になっております。 それから経営学は相変わらず問題によってばらつきがある A レベルの問題が3問だけというのも昨年通りですね。経営学は難易度が昨年と比べてさほど変わっておりません。はい次ですけれども国際関係なんですけどねこれはこれにかけるのはちょっとどうかなとは思うんですけれども。 えー、国際関係は昨年は、ですねこんな感じだったんです、えー、正当率60%以上が A で、それで正当率、えー、59%から40%が B で、49 40%未満を C とします、そうすると、昨年は、えー、国際関係は B と C が1個ずつで、あとが A って感じだったんですけど、今年は全部 A になってます。全部 A 81 65 79 65 79とでただですねこれあの昨年国際関係の選択率が14.4%だったのに対して今年は9.9%に下がっているのでこれも一つ原因なのかなつまり普段から国際関係に関心のある人だけが選択しているために選択率が上がったとも考えられるので単純にこの正当率の上昇を げい、理由としてね、国際関係だけってのは、ちょっと危険かもしれません。で、それに対して、例年、得点源とされている社会、か、社会学なんですけど。昨年は全部 A レベル、すべて正答率60、六十パーセント以上でした。今年は、これがちょっと数字の上では、なんかの傾向を示しておりまして、二つ。B 評価がついてます。えー、五十九点九パーセントと、お、四十九点七パーセント、まあ、それでも五十九点九パーセントだから。 ほぼに近いんでですすけれどもただですねこの原因として1つ考えられるのがあ国家一般職は社会学が簡単だという噂が広まって選択率がですね昨年年のから今年はになってるんですでもしかしたら社会学そんなにやってない人も最後何やろうって迷いながら社会学を選択したということが考えられるのでそれが原因で正当率を引き下げているかもしれませんということです。 だから大きな変動はこの点ではあまりないただ、今年は国際関係の正当率が上がったためにこれもまた先ほどの、えー、行,政行政法とか、えー、それから民法2ですよね、えー、行政法と民法2とこの国際関係の以下が平 金点を引き上げている一つの要因となるでしょうあともう一つ昨年に比べて生かしたのが英語基礎です、えー、これもなんですけどね昨年はあちょっと国会一般職の選択科目がない取れないっていうことで英語基礎にいわば悪い方ですけど逃げた人があのあんま得点できなくて正当率を引き下げていたんですけど今年は英語基礎の、えー、そもそも選択率が24%から20%に減っておりまして まあそれもあっってておそそらく、えー、正当率が高ままいいいるっていうことになるととこにな思います。はい、それからちょっと飛ばした政治学行政学なんですがこれもちょっと今年動きがありまして、えー、例年、えー、国家一般職の政治学はちょっと難しすぎて取れないっていうのが定説だったんですけれども、えー、今年はですね生、えー、かしてます政治学が。えー、B 評価が。 あ三問 A 評価二問昨年がですね A が一問だけだったんです正答率六十パーセント以上が一問だけで C があったんですよ三十点七パーセントでつあったんですでそれが今年は政治学は C は一問もなく A レベルの問題が三問で B が三問とかなり活かしているうんこのままこの傾向が続くかどうかわからないですけれども政治学が確実に優しくなっているのは確かだと思います。 選択率はそんんなな変わってないんですよ42%から40%なんで、えー、ちなみにですね、えー、行政学行政学はあ政治学難しいから行政学でなんとかしようかって人が多かったらしく昨年の53%から62%と10%近く行政学の選択率が高まっているにもかかわらず正当率は低くなっておりません。 ということは、もしかしたら昨年に比べても若干行政学が以下簡単になっているのかもしれない、えー、この辺がです、ね、おそらく、えー、専門卓越試験の平均点が1.5点上がったとっいう要因になっているんでしょうね、おそらく。つまり、えー行,政えー、と行政法、それから民法にそれから国際関係、そして政治学。まあ、この辺が 平均点が上が上った一つの要因にななっているのではないかと思まますた、ま、これもねあのやはり選択肢との相関関係でそんなに実は激動していないとも考えられるのでやはり国版の国会一般職の対策としては特別区などとは異なり憲法行政法民法それからミクロ経済マクロ経済をまずしっかりやって次いで財政額と行政額をしっかりやっていく。 えそれでえ加えて社会学とかをくっつけていく感じという戦略になってくるのかなという感じがします。あと教養論文なんですけども今年はちょっとねあの予測できなかった人もいるかもしれ、えー、ませんあのキャッシュレスが出てるんですけれども、あのー、まあご存知かもしれませんけどまず国会一般職の教養論文は一時突破関係ありませんしまた あのー、国会一般職はね要は60分ですから書ける分量は800字未満ぐらいしか結局書けないと思うんですよね。でそして問いにちゃんと答えてるかどうかだけが見られてるので中身はあんま関係ないです、ね、だから、あのー、まあのー、教養論文の対策っていうのは今後も国会一般職はあまり変わらない中身当てようと思ってもやっぱり無理だっていうことなんでね えだから問題文にしっかり分節で区切ってアンダーラインを引いて論点抽出をしてえ問いに一個一個確実に答えていくえこういうことが必要になってくるんだろうなっていう感じがします。ということであんまり参考にならないかもしれませんけれども結論としては昨年の合格ラインに達している人はとりあえず官庁訪問の準備を始めましょうということとえ来年に向けてはまあ今まで通りえ国会一般職は 憲法、民法、行政法、ミクロ経済、マクロ経済をしっかりやって、財政学、行政学をついでやって、これに社会学などをくっつけていく、えー、こういう戦略になってくるだろうと思います。はいということで、まだちょっと時間早いですけどね、皆さんがお聞きになりたいだろうっいう思いは大体これで、えー、つきましたので、これで2019年合格目標あ、ごめんなさい、2019年法試験公表開設、国会一般職を終了いたします。 お疲れ様でした。